フェラーリは新型 FR クーペローマを発表。その名の通り、イタリアはローマからその名を取った。ローマはラナウバドルチェビタ、新しい甘い生活をコンセプトに開発されたリアシートも備える2プラス2クーペだ。フェラーリローマフロントミッドシップに鎮座するパワートレインは最大出力620ps、最大トルク 77.5kgm を発生させる 3855cc の V 型8気筒ガソリンツインターボエンジン。0-100kmh 加速は 3.4 秒で、最高速度 320kmh を実現した。燃焼時の粒子状物質を補修する閉鎖型多孔フィルター GPF を採用することで、最も厳しい排出ガス規制であるユーロ 6D に適合した。組み合わされる8速デュアルクラッチトランスミッションは従来の7速と比較してコンパクトかつ軽量だ。コンポーネントの7割が新設計の。ローマの完走重量は 1472kg。最新の軽量化技術と高度な生産技術を取り入れ、パワーウェイトレシオ 2.37kg を実現した。フェラーリローマ1960年代のグランドツーリングフェラーリへのオマージュとして、フロントエンジンモデルのシンプルかつエレガント2プラスクーペのファストバックという特徴を共有しながらも、現代的なアレンジで体現したローマ。ピュアなスタイリングとエアロダイナミクスの両立を体現するべく、速度に応じて稼働する電動式可変スポイラーがリアスクリーンと一体となっている。フェラーリローマ。フェラーリの他モデルにも採用されてきた。運転席と助手席を別々のセルに分けるデュアルコックピットコンセプトを、ダッシュボードのみならずドアやリアシートなどキャビン全体に理念を拡大させた。全長 4656×全幅 1974×全高 1301mm で、ホイールベース 2670mm ローマの価格は2682万円、税別2438万1818円からとなっている。